演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらファミリーマートの3種類を買ってきたので食べたいと思います。まずこちらが秋のロールケーキマロンティラミス、パティスリーキハチ監修、同じくパティスリーキハチ監修のブリオッシュのフレンチトースト、そしてクリーム頬張るチョコスフレ、どれも美味しそうですね。ではまずこのこれだけ中身が見えてないので、この秋のロールケーキから食べたいと思います。はい、コンビニロールケーキではおなじみのこの作って食べるスタイル、ではいただきます。チョコレートとクリームがいい色してます。ティラミスとはちょっと違うかな。でも栗の味がしっかり感じられて美味しい。はい、続きましてこちらブリオッシュのフレンチトースト、なんか細長いですね。これになりますね。フレンチトーストで持ったらベタベタしそうですね。もうこのままいきますね。ではいただきます。フレンチトーストの甘さがかなり染み込んでいるな。こういうの本当にいい。もっと大きなサイズで食べたくなる。はい、ラスト、こちらクリーム頬張るチョコスフレ、ファミリーマートお得意のもりもりホイップクリームがまた今回も炸裂していますね。ではいただきます。ちょっといただきます前にちょっとすくい上げてみるとこんな感じです。では改めましていただきます。やっぱり濃厚なチョコレートだけどちょっとくどいかな。でもクリームと一緒だとさっぱりして美味しい。最初に食べたこちらの秋のロールケーキマロンティラミスは、栗の甘みが口の中にふわっと広がってきて、果肉が入っていない部分でもそれを感じることができて美味しかったですが、ティラミスとはちょっと違うかなと思いましたね。こちらですね、いわゆるほろ苦さがあまりなくて栗の甘さが全体的に広がっています。なのでモンブランとか好きな人にはおすすめできますが、完全にティラミスとして求めてしまうとちょっと違うかもしれません。でも栗はとっても美味しかったのでこちらのテイストさせていただきます。続きましてのこちらのパティスリーピアチャンスのブリオッシュのフレンチトースト、こちらも卵液がしっかり浸透していて、なんかパン食べてるはずなのにカスタードクリームを食べてるようなそんな感覚になりましたね。でもクリームパンとは違ってパン生地と同時に来る甘みが来るのです。なのでちょっと独特な感じのフレンチトーストでしたね。なのでこれもとっても美味しかったのでこちらのテイストとさせていただきます。そして最後はこちらクリーム頬張るチョコスフレ、スフレ部分はシュワッとしていて甘さは必要、ホイップクリームもさっぱりしていてあっさりとなくなりました。チョコは濃厚でクリームとよく合っててとっても美味しかったですが、ちょっとチョコレートがくどいかなって思うような部分もありましたので、こちらの点数とさせていただきます。はい、というわけでまたファミリーマートいろいろお世話になりますね毎日。それでは蚊が飛ぶや朝が来るまでガラス閉め、閉めたらもっとブン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 飛ばされるような気もしますが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。